さあ今週のテーマなんでしょう。はい今週のテーマはですね食品ロスにスポットを当てたいと思います。うん、食品ロスと言いますとまだ食べられるんだけれども捨てられてしまう食品ですよね。太郎さんこれ全国で毎年どのくらい発生していると思います？うん、どのくらい？うん、いやっ あの具体的な数字、ちょっと全然ピンとこないですけども、はい、やはりかなり大きな問題になってますんで、うん、もう本当、相当な量だと思いますよね。日本の食品ロスの量といいますと年間600万トンを超えるんですよね。うん、10トントラックで1700台分の食品を毎日廃棄しているという量に当たるんですよね。うん そう言われても、ピンとこないぐらいですけどね、でも、相当な量ですね。そうなんですもう途方もない量なんだな<ー>ということなんですね。うこうした食品ロスを少しでも減らそうと、今、道内の企業が資源を再利用する取り組みに力を入れています。その取り組みとは